じゃあはい、で今回の、新要素というところで、まずは雷槍の方をご覧いただきたいと思います、これ実際には平田兵長が操作される、ということですね。範囲を操っております。おどうしてエレンじゃなかったでしょうか。これはですね、ちょうど、アニメシーズン3の通り我々描いてるんですけども、その中で雷槍を下に巨人相手に使う、試験をしているだろうということで、我々ゲーム内で、ハンジさんがこの雷槍試験を実験しているというシチュエーションを作って、そこを今プレイしていただいております。すごい、はい、もう今ご覧になっていただいている通りですね。ダメージ数が2万とかでしたよ、はい、この雷槍はですね、従来のブレードとは違って非常に強力な装備となっておりますので、もう巨人に対してはもう一撃必殺と言えるような威力を持っております。すごいですね。もう雷槍だけあればいいんじゃないかなんですけども、ですね、雷槍自体がですね、今ここはチュートリアルの戦闘なので結構使い放題な感じで使えているんですけど、実際はですね、戦闘中に発生する、我々副任務と呼んでいるものなんですが、そういった任務を達成することで、初めて雷槍が使えるようになる。5万。すごいですね。雷槍も数に限りがありますんで、バン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 って言いますと、数に限りがありますので、なかなか雷槍では聞かない、ね、ワードな気がしますけども、使いすぎてるとここぞという、ぞっていうシチュエーションで使えなくなってしまうので、温存しといた方がいいですね。はい、できれば温存して巨人の多いシチュエーションであったりとか、そういった時に使っていただければなと思っております。すごいですね、鈴木さんが、僕もなんかゲームキャラみたいな今喋ってるみたいな、喋ってるキャラみたいになってますけどね。ユウさんもユウさんというのはモブリットがすごいいいなこれ、続いてもう一つ今回の新装備である対人立体機動装置、ゲーム内では射撃装備と呼んでおりますが、こちら戦闘中に自由に切り替えられるようになっておりますんで、これからこの射撃装備の方をご覧いただきたいと思います。わあすごい、これアニメで見ましたよ、この感じで、アニメですと、これもハンジさんなんですか。これもハンジさんが、そうなってくるとなんてエレンがねエレンだって使ってもいいんじゃないかと、そうですね、ちょっとハンジさんの実験室みたいな形で試しに使っているという。ハンジさん出てますよ。僕自身ハンジさんも出てますよ。ハンジさん出してあげてください、ちょっとかわいそうだからみたいなのがね、ありがとうございます。これが、射撃装置装備使っております、で移動アクション自体は、ブレードと同様にですね、四角ボタンを押すだけで、自由に立体機動で移動することができます、でブレードと異なる点として、実際銃を使って巨人を攻撃するというところが大きな違いとなっております、で銃を使いますので、巨人と少し距離を取って戦うことができるという点で、少し危険で、巨人に対する危険のリスクを低めで戦えることになります。なるほど、確かに直接切りに行くと、それこそ捕まえられちゃう可能性もね。ただ、射撃装備もですね、左下にちょっと見えるんですけど、弾丸の限りがありまして、今これ9発ですか、残り9発です、で弾丸がゼロになってしまうと撃てなくなるので、こうやってこまめにリロードすることが必要になってきます。で、こうやって巨人の部位を狙って射撃装備で、部位を破壊しながら最後同じに攻撃を当てて、巨人を打ち消し、やっぱ銃といえどもやっぱ同じを、狙っていかない。巨人の弱点はやはり同じというところは共通ですので、同じを狙って、打っていただいて倒すという形になっております。すごく良さそうですね。結構我々もブレードと比較してどれぐらいの強さにするかっていうのは悩んだんですけども、やっぱりせっかくの射撃装備なんで、そこは少し爽快感強めっていうところで調整はしております、よくよく考えると気持ちよさそうですねとか爽快感っていうのは巨人に対してっていうのがちょっとなんか複雑なところではありますけどもね。ただもちろん巨人今回、射撃装備を追加した反面、巨人の方にもですねアルゴの強化であったりとか、アクションの追加などをしてますので、射撃装備だからといって安心していると食われてしまいますので、ぜひぜひそこはご注意いただければと思います。面白かった、見てて。ありがとうございます。ではアクションシーンは、これぐらいにしましてですね、もう一つ今回ぜひ見ていただきたいのは壁外奪還モード、今回追加するモードですね、をご覧いただきたいと思います、で壁外奪還モードはですね完全に
あの原作のストーリーとは違ったオリジナルの世界観になっていまして、プレイヤーがあの好きなキャラクターでオリジナルの兵団を編成して、うん、その兵団を使って壁外の領土を奪還していくというモードになります。なるほど。じゃあ家事兵団みたいなことが作れるんですか？あ、もうできます。いい。これは兵長になれるチャンスと。はい、まさにその通りでございます。原作だとなかなか難しそうなんでね、このゲームでちょっとそれを夢、あ、エレンですね。はい、やっと来ましたよ。ハジさん嬉しい。誕生日ですよ、エレンさん。そうですね、今日誕生日おめでとうございます。ずっとハジさんですけども、ありがとうございます。こちらあの壁外奪還モードの中にですね、あの、はい、まあ、あ、なんかヒョウみたいなのいました今、ワンちゃんもいます。ワンちゃんいますね。いい、はい、あの兵団拠点モード、こちら拠点の中でですね、はい、いろんな、兵団を強化したりだったりとか、はい、他のキャラクターと交流する等々ができるモード、はい、場所になってますね、はいはい、こういったようにあのご覧になりますかね、あの団長を交代することができます。お、あ、変えるのかな、あれ、エレン誕生日なのに変えるのかな。今エレンが、今やエレンが団長になってます。まあ、こうってほら、ユウさんもこう言ってますよ、ね。はい、そうですね、私もカジタ兵団に入ります。好きな時に団長を変えることができますし、あと、あのオリジナル兵団の名前ですね、はい、もう自分でつけることができますので、さっき言ったあのカジ兵団みたいな形でも、はいはい、あの実際にあの実現することが可能となっています。なるほど。これは何兵団なんですか？今何兵団ですか、ね、これ見せてみよう。人に言えないような、言えないのはやめてください。そんな兵団名をつけてるんですか？大丈夫か、まだね、8時半ぐらいですけど大丈夫。え、なんだこれ、卵かけご飯やってたら美味しいですよね。なんですかね、これは卵かけご飯、卵かけご飯、卵かけご飯になっちゃいますからね、これと。まあ、こうやってあの兵団のエンブレムもあの自由に変更できます、はい、おー、すごい、結構いろいろ、あ、お肉兵団どっかで見たことがあるような、うん、あの嬉しいです。あ、すごい、用意しますね、笹用のみたいな、はい、これ変更するとあの背中見ていただけると分かるんですけど、なんと、あ、やったジャケットのマークもこれ完全に笹に兵団乗っかれてますよね。マジかよ、変更になってますので、勝ちさん兵団ですよ、大丈夫ですよ。でもだってこのデカデカとさ、このマーク取られちゃったらもう、そうですよね、寂しいな。でもここも変えられると、いろんな種類がある、はい、変えられるようになっております。すごい存在感、あ、すごい、今なんか町の銅像みたいなやつにもこの肉のマークが今、あの、ほらほら、そうですね、こういったところもちょっとすごい丁寧です。お続きいただいてありがとうございます。すごい、完全にもうサシャの街にありがとうございます。悲しい、ちょっと寂しいですね。エンデさんお誕生日なのに、いや、いいんですよ、サシャが喜んでくれれば。ありがとうございます。あの先ほど言ったあのいろんなキャラクター兵団に入れられますので、はいはいはい、ちょっと試しに1個その会話イベントをご覧いただきたいかなと思います。こちらゲームの方で、少しちょっとこれはオマージュなのかな、まあ、ちょっととあるシーンをオマージュした形で起こしております、はいはいはい、アルミンとのシーンですね。ぜひぜひちょっとご覧いただければ。はいはいはい、鈴木さんの存在感がすごいです。かっこいいです。あ、サシャ兵団の人、あ、クチクチでやる、かっこいいお声、何してるの、あれあれ、ハニさん、クチクチでやるってやってたよね、今いじられてますね。いじられちゃったんです。これ収録した覚えがありますね。二人とも今のを見たでしょ。すごい複雑な気持ちでした。でも、ケツさん複雑でした、まあ、それは。ほら、やってたよ、エレン。あった、あった、うん、巨人を駆逐するのは人類みんなの願いだ。でも、お肉兵団のなんで誰もいないのに一人でそんなことを喋ってたの。そうですね、ピリッとしたシーンも、うん、なんかちょっとね、兵長だってお肉のマークつけてます。ありがとうございます。時期は誰にでもある兵長、ね、はぁ、そういう時期は誰にでもある。誰もいないところでサロンを見つけながら一人落ちる時期なんて私にはなかったよ。これをエレンの前で話し続けてますからね。後で僕が説明しますから。本人の前ではもう勘弁してあげてください。でも選んだのはあなたたち卵かけご飯の兵団ですよ。申し訳ございません。何しに来たんですか。怒りましたよ、それはそうです。ただ君を任務に誘おうと思って。ポーズがすごいですね。駆逐したいの。霜降り明星の粗品さんみたいなポーズでしたね。というか、それならそうって早く言ってくださいよ。本当ですよ。まあ、これを見せて僕をどんな気持ちに、他にもいろいろあったでしょうよ。
こういった楽しいシーンも多数収録しておりますので、なるほど。いやーね、これ本編とはちょっと違った様子シーンも見られるということですね。面白いですね。はい、新要素につきましては以上となります。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、というわけで、なんだゆうさん締めていいんじゃないですか。じゃあ私が締めることになります、はい、それでは締めます。はい、締めてください。以上、世界最速実機プレイでした。ああ、粗品さんだ